はい、これは私の誕生日に一人でライド行ってきましたという動画です。おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。もう誕生日終わって3週間以上経つっていう、ね、経ったね。何歳だったんですか？32歳です。おー、いやー、やばいな。やばいね、32って。高専入った時から考えたら2倍ぐらい生きたわけ、ね、やば。そんな、なんかやっぱ高専入るまでが濃度、うんうん、濃かったんか知らんけど、高専入ってから今までってなんか一瞬やった気がするな、そう言われると。まあね、なんかさ、高校生のとかさ、大学生の時にできた友達がさ、うんうんうん、やっぱ今ずっと仲いい友達って多いやん。ああ、まあ確かにな。そうだから、なんかずっと付き合ってる友達は一緒だから、うん、なんだろう、感覚としては変わらないというか。ああ、なるほどな。どんどん自分は老いていくんだけど、うんうん、なんかもう周りの友達ともさ、なんかそのずっと仲いい友達って会ってもずっと同じ話してるやん。あ、せやな。高専の時はとかさ、そうあの時ってなみたいな。あいつが何々してたよなとか言ってな。そうカラオケとか行ってもさ、うん、いや昔これめっちゃ歌ってたよねとかって歌ったりさ、こうしてずっとな、その時代 の, ままその時代の記憶をこすり続けるっていう、ね。まあそれが楽しいねけどな。ねえ、そうそう、笑えるね、その話題が共通してる部分がそこやからな、うん、ねえ。だけどそれでも同じこと何回か言ってるけど、うん、な、笑えるっていうのはまあいい友達よな。いや本当にね、大人になるとね、何回も会えないしね。まあせやな、うん、久しぶりに会って近況を話した後は結局過去の話になるっていう。そうあ、でこれはあれやな、そう、せっかくやからっていうことで、そう、ハンバーガー屋さんを探して向かっております。おー、これどこに向かってるの？何市に向かってる？これ多分な、尾張旭市やったと思う。おー、尾張旭市。尾張旭市ってどこにあるんだ？いやー、俺もな、あんまりな、うん、把握してない。小牧の途中ぐらいなんかな。あー、あ、じゃあ名古屋市から行くと上の方か。あ、そう、うんうんうん、だけどあのどっちかというと瀬戸寄りかな。あ、そうなんだ、うん、だからここも初めて見る道。あ、ここなんかな、左側なんかその森林公園かな、うんうん、なんかになってて、めちゃめちゃあのテントとか張って楽しんでる人いっぱいおった。おお、しかもなんか結構飛ばしてない？あ、いやいやいや、そんなことなかった気するけど。ほんと、わー、なんかかわいい。あ、ここ、あー、ワンちゃん走ってる。あ、そう、ここドッグラン併設のそのハンバーガー屋さん、へー、みたいな感じで、ここな、めちゃめちゃ良かったで。しかもなんか自転車の、あ、そうあのサイクルラックはなかったけど、ここに止めてください。そうここに自転車止めていいよみたいな。へー、かわいい。うん、でドッグランあって、でワンちゃん用のメニューみたいなのもあるお店で、うんうん、あ、へえ、そうこのサニーデイズキッチンさんで、お店もさ、なんかこのアメリカンな感じというか、かいい結構ないい、ね、雰囲気良かったで、ここのお店、うん、なんかテンション上がるね。あ、そうアメリカンだ。そう、アメリカンな感じで、多分な、飲んだりもできるっぽくて、うん、そのビールとかアルコールもあったり、こうやってあの単品メニュー、うんうん、結構な、安いのよこれ。ここにな、飲みに来るのも良さそうな気がするなと思って。夏来てもあの冷凍みかんとかあったで、うんうん、いやでもそれじゃんけんでどっちか飲めなくなる。まあせやな。どっちかはソフドリア。悲しい思いする。あ、でこれハンバーガー。わー、これはな、美味しかったで。あ、でこのポテトポテトがなんかツイストしてる、これどうやって切ったんやろうと思うやつやったけど、うんうん、めっちゃ美味しかったで。ポテトが美味しかった。ポテトがというかもうやな。なんかあれちゃう、なんか今思ったけど、なんかすごいこのエンジンジャージなんか馴染みがいいなと思った。確かにな、右肩のあの E のところとか、ね、とあのアメリカ感出てる。そう、色の原色感が。後ろの旗とこんなかつてあったエンジンジャージこんな似合う場所。確かに正常期と同じ色合いしてるわ、ね、右肩な。あの左上の画面に映ってる、ね、あれ。いや、コーラの瓶もめちゃ似合ってた。あ、そうこのコーラのこの瓶で出てくんの、うん、俺の中でめちゃめちゃポイント高かったこのお店。いや、いいよね。そう、いや、瓶のコーラってなんか美味しいんだよね。いや、瓶のコーラうめえんやわ、ね、
でワンちゃんもさ、うん、こうドッグランで走ってたりして、うんうん、そうワンちゃん見ながら食べて幸せ空間やったわ幸せだね。でしかも平日だもんね。あ、そうこれ平日、ね、だからあんまりお客さん、あーそうかもしれない、空いてたと思うけど、もう土日とかめっちゃ混んでそうだね。あーそうかもな、うん、でワンちゃんドッグランだけ、いやドッグランだけじゃないんか、ドッグランメインで来られてる人も結構いて、うん、あまあそうよね、賃貸とかで暮らしてたらなかなかワンちゃん、ね、まあね、お庭ないと自由になんかこう、うんうん、ね、リールなしでは走り回れないから、まあせやな、自由だみたいなそうめちゃめちゃ走り回っとったあ、でこれハンバーガー食べに行くっていう目的もあってんけど、うんうん、まあ、ちょうど桜の時期がこう迫ってきてたから、うんうん、だから桜も見に行くかって言って、このしだれ桜はある程度咲いてた。綺麗だね。そう毎年ね、なんか毎年だったらブーさんの誕生日の頃に桜満開になってっていう、うん、あーそうやな感じだけど、今年は遅かった、ちょっと遅かったんな、ね、うんうんうん、2年前ぐらいかな、俺また一人でこの誕生日の日にお休み取って、うんうん、この小牧の方、犬山の方まで一人で行って、ああ行ってたね。そうそうそう、その時は土手でなんか、あ、そうそう土手で なんか良さげなとこ見つけたから行ってだけど、今年はあの何やったかな、このなんちゃら城、あー名前忘れたわ、なんか、桜祭りってやってて、あ本当だ、今書いてあったね看板に、そう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 、小牧城なんだ、違うね、これ何城やったかな、あーなんか書いてある、城山城かな、城山公園って書いてあった、城山公園か、城山公園の桜祭りに来ております。城山公園の城は何城なんだろうね城山城じゃんいや名前つけた人アホすぎるでしょいやだけどな、この城さ、うん、なんか変でさ、そう、そのお城ってさ窓とかさガラスでついてないやんか、うん、普通、え、うん、なんかなガラスの窓ついてたいやほら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 、あ、ほんとだ、なんかお家みたいな城でえ、これなんなんやろうと思いながら、趣味の城、あ、そうなのかなあ、でこれクリートなくしてました、いつの間にか、あらあれけどこうしてった、ちゃんと自分 が行った道をこうね折り返すとちゃんと落ちとった、よかった、また新しく買わずに、あー回収したんや、そうそうそう、こうライトなくなった後やってたからさ、うわまたサイクル用品が1個なくなったとか思ってたけど、ちゃんと、はい、待ってくれてました、よかったよかったあ帰ってきた、うん、帰ってきた、結構気持ちいいライドやった ね、これ20キロ、まあ30キロぐらいやったかな、うんうん、そんなにない感じで、あで帰ってきてから自分用の、はい、ね、お誕生日ケーキを自分で、誕生日ケーキを自分で作ろうと思っていつもやったら普通のあのなんていうの生地のケーキ、うんうんうん、そのホワイトソースじゃなくて何やったっけ、生クリームか、うんうん、塗るやつやけど、今回はちょっとねチーズケーキに挑戦してみようと思って、うん、この調べながらチーズケーキ作っております、ね、あれけどな、チーズケーキ、うん、結構簡単やなチーズケーキな、そうだよ、だって混ぜて焼くだけだもん、うんうん、めっちゃ簡単、メレンゲとか作る必要ないしね、これさ、うん、こんな砂糖入れたっけって言ってさ、めちゃめちゃビビってんねんけどさ、うん、いやそうだ、お菓子作りはもうとんでもない量のバターととんでもない量の砂糖がお菓子には入ってるってことを気づかされる行為だ、いやマジで俺ひーって言いながら入れてたもんマジでこんなに入ってんのとか言いながら、入ってる入ってるなんかあのスポンジ作るときってさ、うん、そんな入れへんやんか、うんうん、だからなんかびっくりした、こんな入れてたっけと思って、いや入れるんですよ、いや逆にね、あの、うん、ショートケーキは生クリームの方に砂糖をドバカバカ入れるから、あーまあ確かにそうやった記憶あるわ、うん、だけどなんか久しぶりに、ほんまに何年ぶりやろうな、ん6年ぶりぐらい、高専、あ違うもうちょっとぶりか、高専じゃなくて大学院の時一人で作ったからなんでえケーキ食べたと思ってそれ以来やったわそれでね、買いに行かずに作るっていうのがやっぱ手作り好きな男の差が、いやまあそれはな、うん、作る過程が楽しいからな、うんうん、そう食べんのも楽しいけどさ、うんうん、そうだけど多分な、俺これ今回初めて作ったやんかこれ、うんうん、ちょっとな混ぜすぎたんちゃうかなと思って、
あーそれは禁物だったりするね。うん、もうちょっとな、多分、うん、サクッと混ぜた方が良かったんかなと思ったから、うん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 、ちょっと次作るときは頑張ってみよう。ちょっと富士昼終わってからチーズケーキの修行が始まります。確かに。え、粉入れてからもさ、あの攪拌機で混ぜろって書いてあった？あ、いや、そう、そこら辺がな、うんうん、あの攪拌機しかないやん、うち。あれで混ぜるんよ、あのゴムベラで。あ、ゴムベラね。そう、多分な、そこら辺でな、混ざりすぎたんかなっていうか、あの泡が入りすぎて、うんうん、あかんかったんかなと思ったわ、このこ今見てもおもろいね、これ。いや、これを成功とするか、ね、次回に期待とするかは、もうブブーさんの。いや、それは次回に期待やろ、こんなん。この時から。この顔です。この顔。ダメでしたの顔して。え、だってなんかもう漆黒やった。こんな動画で見てもこんな黒。いや、そうそうそう。いや、でもバスクチーズってこういうもんだからって言って、この時はね。そうそうそう。エリンゴの慰めに。まあ、そうなんかなとか言って帰ってきて、まだ。そうそうそう、いや、もっともうなんか黒光りした。ツヤツヤ光り出してた。で、この日だけはな、ちょっとあの、何やったっけ、これジョブチューンで、あ、そう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 、ドミノピザやってたから。そうそう。はい、ジョブチューン信者の私たちはまんまと買いに行きました、ね、この日はええかって言って。で、これな、やっぱな、でこの平日だったからね、うんうん、ちょっとせやな、前祝い、うん、前祝いでそう、あの簡単にやりまして、後日あのエリンゴちゃんがいろいろ作ってくださいました。あ、そう、後日毎年だね、ブーさんの、うん、お気に入りの唐揚げとジブリ飯せやな、ジブリ飯、ね、これ良かったな、この左のこれね。あのね、本当はニシンのパイだけど、うん、ニシン入れるとまずいってみたから、あ、かぼニシンとかぼちゃのパイか。ただのかぼちゃグラタンのパイな。家中に溢れてるジブリグッズの中からちょっとだけこう、ね、集結させて食べております。はい、いや、美味しかったな、これ。美味しかった？よかった、うん、地味に一番時間かかったこのクッキーたち。クッキーな、クッキーも美味しかったな、これね。そう、アイスボックスクッキーが一番好きな。ああ、なるほどな、あれ美味しかったわ。とんでもない量の砂糖が入ってる。そらうまいわ。そう、あとバターもね。ああ、なるほど、そこら辺入ってたら大体うまいから。いや、美味しい。で、来年、まあ、今年からかジブリ飯を攻めていくという、ね、ことになったんで、来年のあれやな、誕生日は何が出てくるか楽しみにしとこう、はい、交互期待。あの千と千尋のあのね、 お父さんが食べてるあのジュルジュル肉、あ、謎のね、肉でいいね。そう、あれあれと、うん、白の白いおにぎり。あ、おにぎりな、うん、全然映えん誕生日ね。ちゃんとあの笹の葉で包んでもらって。確かに、拾ってこよ。拾ってこよ。まあ、拾ってくれるんやったらそれでいいんだ。はい、じゃあこんな感じで32歳も楽しく過ごしていきます。はい、はい、じゃあありがとうございました。